赤で結構初めてのって、はい、です。で、このからこういくじゃないですか。うん。これでいいですか。いいですか、聞けるとっていいと思います。実はこれ実際はこうやるよりひねったりが動くんですよ。あー、なるほどね。これが実際、まあ、フライングの腕が伸びている状態、一番いい状態、で、まあ、三角形できてるのがこういうのするので、で、まあ、バランスを足上げていきます。で、これもひねってます、で、まあ、ちょっと開いております。で、三角形常に作れる。何三角形？三連心です。あ、そういう意味、はい。でもまあ、3D シリーズがこう難しいことをやるのは初めて知って分かんないんで、まあ、ちょっともう職業に向いてなってるんで、まあ、三角形って一番分かりやすいんですけど、で、これ取ってもらって、次僕は組まで足を上げちゃいます。で、ここ力使うところは使ってもらってもいいです。で、使ったら必ず休む。うん、なるほど。で、この足上げてもらって、もうひねればできます。はい。で、肘曲がってないです。で、バランスしっかり取って、ポールに対して一番いい位置でしっかり向きを向けてもらいます。で、また足を肩を使って、また足を上げていって、まあ、パターン使える人は使って、僕ちょっと小さくなったのでやりました。まあ足上げましたね。